今回はスタージョン、トミーロッド、グリーンパーチ、こいつらがミドラに従ってた理由に対する美食家の反応を紹介します。何目的はマザコンなのに。ソラミドラ様のお休みのキス目当てよ。マジかズンダモン、オアディ仲間や。強いし有能な部下にはある程度優しいし、美食会自体はグレモノの受け皿なんやろうから人望があったんやないの。まあ一番は逆らったらあかん強さだろうけど、そこらへん深掘りして欲しかったな。ミドラの残虐さみたいなイメージなくなったし、トミーロッドはやべえやつだし、スターはアカシアとフローゼの息子やし、なんか惹かれるものがあったんやろミドラに。そこらへんようわからんわ。スター純口やけばミドラに従うだけだで自分のやりたいこと言わんし。グリーンパンチって誰やねん。あのストローのやつ。グリーンパンチは草。グリーンパンチやったか。スターとアルファロは明確にリスペクトしてたよな。あいつらボコられたか拾われたか深掘りして欲しかったわ。グリーンパーチやぞ。トミーとグリーンは暴れられる場所が欲しかっただけちゃうか。ミドラ自体そもそもマザコンなのに、チンピラ組織集めて何がしたかったのか自分で取りに行って少数料理人に作らせればよかっただけなのに。四天王3人と副料理長2人とかいう終盤駆け足の被害者。美食界のやつらめちゃくちゃ強いのに GT ロボとかいうロボット操縦してたのはなんで。しかもグルメ界では消えてくさ。いつの間にか消えたよな。飽きたのか。美食界は百歩譲って仙台とかいうクソ普通に生きてる謎。ワゴンさんかわいそう。ジョアも目的謎だしな。そもそもグルメフェスには出るとかお茶目でくさ。ジョアはガチでアカシアの手下でしかないよな。ジョアも結局食われそうやったよな。てか終盤はもはや食関係ないわ。何トロが封印したいって欲求の方がよっぽどわかるし、てか結婚式でペアは出てきてたけど他は復活できんかったんか。復活には相当時間かかるんじゃなかった。そもそも取り越し点てか人類視点でブルーニトロは仲間じゃないしな。根を逃した戦犯クソ無能集団やからな。そのくせヤオウに地球の悪とかほざくし、皆殺しが妥当なんだよペア以外。言うてヤオウもなんであんなに偉そうなんかわからんし。ブルーニトロ自体はヤオウに劣る戦闘力らしいな。一流とドンスラが散ればな。てかや1キロ1億って安すぎだよな。ヤオウバリに強けりゃジローにあそこまで一方的に虐殺されんやろうし、地球の悪発言も悔し紛れやからな。ヤオウと比べりゃ雑魚よ。ジローとニトロで潰し合ってたの無駄だったな。最初からペアが真実伝えてれば。自分の適応食事なら100万でも食ってみたいな。エア1キロ1億ガラガラワニ捕獲レベル9が1対1億だってくさ。超デフレが起きただけやぞ。ドンスラが好きすぎてつらい。美食界と海以外と役職多くて力関係がよくわからん複雑な組織。総料理長ドレスとかどんなもんか知りたかった。わかるてか IGO とかもだけどようわからんかったな。小松もトリコも生まれから今までがはしょられすぎて、開幕からそこそこ立場高いやべえやつだったし、後半駆け足にされたのが惜しかったな。トリコ好きな大富豪とか島ブーに金出してくれんのやろ。カビル金書いてたしやる気はあるやろ。島ブー10分金持ってると思うで。一流も結局 IGO は飢餓に苦しむ人救うための組織でしかなかったんだろうな。でも最初からネオとかニトロ放置はあかんわ。マッピードンすらかかすこすぎる。トリコと海部最終巻きのおいでミドラで全てを許された神漫画ミドラが走りながら子供に戻るシーンがち、泣きしたは一流の皆で食卓を囲む夢が叶うのもええし、最終話で捕獲レベル53万のやつに挑んでるからあのあと全員死んでる定期。ノッキンダメージノッキン。なんでミドラは一流の飯の誘いを断ったの。なんでアカシアはニローを殺したんや。ほんまの家族やないからやで。ジローは殺さんでもよかった感あるよな。ジローは感情のパワーでネオ倒さなあかんのに、普通に実力で殺そうとしてたからや確か。ネオに食われたら消えるからノッキング解除で殺さなあかんかった。ネオに食われてたら最後出てきたやろ。読んでたはずなのに何も覚えてねえ。あの漫画最後にスペースタイタンに挑んで地球含めて全員食い殺されて終わるバッドエンドなんだよね。デビルマンみたいな話やな。ミドラのキッショイフルコース本マ好き漫画の中で一番好きかもしれん。うわあ。ミドラの評価がキモいけどかっこいいでみんな一致してるの好き。結局アカシアは浮気してフローラ泣かしてたんか。精一杯頑張ってついた嘘やキスしたのはお互い食い合ったブルーニトロぐらいやろな。うまければうまいほど強い世界観だからな。ミドラが一番好きだけど、人類の8割消し飛ばしたやつは許されちゃいかんでしょう。だから命使って地球に再生の種残したやん。スターはトリコの弟だから殺すわけにいかない。間違えた、兄だ。逆だよ、スターが兄だ。トリコが看板になり損ねた理由の一つだな。魅力ある敵キャラの少なさ。トリコは絵柄も満人受けじゃない。
人を選ぶタイプだからね。初期は基本的に猛獣相手だったしな。ミドラとカスタージュンは好きだけど出てくるのが遅かった感がある。むしろ美食界の方がブルーニトロより魅力あったと思う。顔パターンが似てる敵は多いな。でも話の展開、新しい食べ物や調理法、敵の造形を毎週考えるのはきついのもわかる。やっぱイケメンで個性的な好敵しかなって大事なんだな。と思わせられるなキモい敵倒してもやりがいがないというか、ただ倒してほしいだけの気持ちになってしまうというか。イケメンである必要はないが、どこかしら格好よくあってほしいとは思う。クッキングフェス以降グロいのが増えすぎた。後小松を受け入れられるかで評価が変わると思う。グルメ会あたりからデウスマキナっぽくなってきて、アナザの剣とかぶったかよって突っ込まれてた W。 無駄にインフレさせまくってて機関部キャラほとんど置いてけぼりだったのが当時も不満だったわ。敵キャラ含めみんな好きだからこそ、個人的には一番好きな漫画だし、そう言われるとなんか切ない。総料理長とかは料理がうまいだけで実力はスター順がノーにってのは言われてたし、あれはスターより強いやつはネオのメンバーだから事実上ナンバー2って煽ってただけやろ。それ抜きにして元から実力ナンバー2ってファンブックだかに書いてた。なんか支部長と書いたよな。3人の副料理長より格下の幹部、あいつらどうなったっけ、死んだっけ。第一のセドルは確かフェス編でブランチと戦って死んでなかったっけ。エルグ、ケンタウルス、ブランチに倒されたよ。白い人、不明ジェリーボーイ、ムチ使い、マッチ、アイマルに倒された。バリーガモン、肉叩き、アニメではマッチに倒された気がする。ボギーユッツ、グチコッキ、不明セドル、目玉フェチ、不明。名前だけだとマジで誰だかわからないな。グチカツミってなんやと思ったら、あれか骨一定やったやつか。ランマルだかアイマルだかに骨抜きにされたな。滝丸だし、その表現は何か誤解を招かないか。さては陳死犯だなおめえ。マジで大半が雑に消えた。ユウとセドルはほとんど GT ロボでの登場だから、本人が全く思い出せん。副料理長がどういうポジションか未だにわからん。最初はナンバー2かと思ってたのに中堅あたりか。実際はボスミドラ様、側近総料理長&補佐料理長さん、副料理長さん、スターグリーン、トミーはここ支部長7、他にも支部長を超えるような幹部級いっぱい一般構成。虫の人がクソ強かったくらいしか記憶にない。トミーとの戦いは熱かったな。トミーロッドを子供扱いしたアルファロー、さらに子供扱いした説のようがしこいんだ。説ババは作中でも最強クラスだからな。説ババがいないと最後の戦いで地球滅んでるし、腕を線切られても構わず殴りつけるシーンほんと好き。血みどろの死闘を演じた最後に本来の力をセーブしていたことが発覚する絶望感がすごかった。島ブーも師匠とか小田とは異なるが、キャラ作りがうまいよね。ただあっさり捨てるんだが、トミーロッドを石田明にしたのは名采配だと思ってる。後半ミドラ以外ほとんどネオに行ったせいで影が薄すぎる。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。